メスティーソの男性とインディアンの妻スペイン人の男性とインディアンの妻子供はメスティーソカースとメスティーソは白人とラテンアメリカの先住民の根血である人々ポルトガル語ではメスチースまたスペイン語はメスティソメスティーソメスチソなどとも書くメスティーセジェムなど言語では人種の違う者同士での婚姻や後輩を意味し 転じて根血事全般を表す言葉になった。特に白人とインディオの根血のことを指すことが多い。植民地時代にスペイン人とキリスト教に改修したインディオの結婚は合法だった。中南米のほとんどの地域では16世紀のスペイン侵略以降、キリスト教との先住民の人数が増えるにつれて、スペイン人とインディオとの結婚が進んでいった。初期にはスペインから来る女性は、 ほとんどいなかったので、スペイン人男性とインディオ女性の結婚は普通のことであった。コンキスタドールがインディオの主張の娘と結婚し、その息子が父の後継者になることも可能であった。しかし、征服が一段を落とし安定的な社会制度が形成された16世紀後半になると人種を基準にした身分社会が形成された。メスティーソは、 スペイン人を父とする者と母とする者とはっきり区別され、スペイン人の親が持つ特権を受け継ぐことはできなかった。ただし、スペイン人を父とする者の,の場合、父親が認知すれば、財産の相続も可能であった。スペイン政府は、インディオとスペイン人の生活を分離しようと努めたので、メスティーソは中間の身分として様々な職業に就いた。そして、アングロサクソンの社会と違って、 厳格な人種差別とすることもある。南米では、エクアドルペルーボリビアのアンデスの国々では、比較的インディオの特徴が強い。これは、スペイン侵略まで、インカ帝国という強大な国家があり、もともと人口が多かったこと、スペイン人が、植民化以前の支配機構をそのまま利用し、その上に乗っかる形で支配したため、長くインディオ社会がそのままの自立性を保っていたことによる、 インディオと白人が激烈な戦いを繰り広げた、チリアルゼンチンウルグアイなどの南米南部の国々では、比較的白人の特徴が強い。南米最大の国であるブラジルの場合、ポルトガル人等によって、アフリカから奴隷として連れてこられた黒人が多かった。ことより、黒人の特徴を持つ人も、数多くいる。それとは逆に、パラグアイのメスティーソたちは自分たちのインディオ血統を、 誇るものが多い。これは、スペイン人の征服当時からグアラニー人との友好関係が続いたことと、19世紀、パラグアイにおける国家的根欠政策によるものである。ペルーやボリビアでは、先住民やメスティーソのうち、インディフェナ的な文化、習俗を強く維持している人のことを、チョロと呼ぶ。特に女性で、スペイン統治時代の名残を残す伝統的な衣装を着た人たちは、 チョリータと呼ばれる。なお、チョロ、チョラチョリーとチョリータともに部別的な意味を含むことがあるので、これらの言葉の使用には注意が必要である。スペインの植民地だったフィリピンでは、先住民と中国系の根血者をメスティーソと呼ぶことが多い。これは、スペイン本国からフィリピンが遠すぎたため、スペイン人入植者があまり増えなかったためだと考えられる。北アメリカのカナダでは、 主に、フランス人とインディアンの根血者は、メティと呼ばれる。メティは、近年再び一つの民族集団として、存在感を増している。ポルトガル語圏アフリカでは、メスティーソは、黒人と白人の根血、つまり、スペイン語で言うムラートを指す言葉である。伝統以上に身を包んだメスティーソの女性、ありがとうございます。